はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、亀小屋です。ちょっと寝坊しちゃいました。ミスったな。はい、今日合宿1日目ですね。4日目に試合があるのかな、4日目にチェックがあるというような、まあ、試合想定の、合宿になってます。この合宿で、まあチェックまでにやることは、体と技術を整えていくこと、はい、それと、緊張した場面で、通すことに慣れること、はい、緊張の要素はたくさんありますね。まあ、自分の中で、噛み砕いたものですけれども、例えば周りに人がいるとか、環境が違うとか審判が来るとか、なんかねそういったものに結構外的要因に僕はストレスを感じたりして、緊張感が高まってくるので練習から、まあ、試合さながらの緊張感を持って練習し、その練習に慣れていくような形で、まあ、あとはやりすぎないように体と技術を整えながらやっていきたいと思います。じゃあ今日も行ってきます。はい、お疲れ様でした。今日もね1分くらいで動画終わっちゃいますけれども、はい、まあ、今日は体幹締めて、あとちょっと汗流す程度にいろんな種目をちょっと遊び程度に触ってみた感じですかね。はい、でも今日感じたことはですね、まあ常々動画とかでは、語っているんですけれども、まあ原則として厳しいところに身を置くっていうことをですねずっと試し、やり続けているわけですよ。まあその中でこうなんか厳しい状況に置かれてるっていうのを、まあ、常にするっていうのもはすごく大事なことで、今後も続けていこうと思うんですけれども、まあそうですね、体を整えるっていうところで、なんかちゃんと考えた方がいいなっていうか、まあしっかりストレッチとか、日頃気を、なんて言うんだろうな、疲労抜くとか、まあそういうことやってるんですけれども、なんかねもうちょっとこう体をいたわるっていうこともやった方がいいんじゃないかなと。まあっていうのもなかなか疲労が取れにくいっていうのがありましてですね、疲労が取れにくくなったのかな、なんかその辺もまあまあ年のせいとかにしたくないし、まあまだまだ若いと思ってるんですけど、なんていうんですかね、まあ疲労は取れにくくなったなっていう、まあ事実だけはですねしっかりと捉えて、まあ受け入れて、やっていくっていうことがすごい必要なんじゃないかなと思って。だから今までやってきた練習形態っていうのも、もしかしたら今の自分には負担が大きいかもしれないとか、だから言ってもうちょっと減らすってわけじゃなくて、工夫するどういうふうに、まあ、練習量を落とさないで、まあ、やっていけるのかっていうこととかも工夫しながら、また疲労をどうやって抜けるのかっていうのを、まあ、工夫しながら、まあ、考えながらかな、まあ、常に感じながら、やっていきたいと思います。おお、2分ぐらいなっちゃったな。まあいいや、たまにはこういうね語る回も、まあ、誰も見てないでしょうけどね、自分のアウトプット、まあ、フィードバックとして、やっていけたらいいなと思います。そうだな、まあ、ちょっと体について、まあ、疲労を取りにくいっていうのを加味してちゃんと受け入れて、その上で工夫しなきゃなっていうのを、感じたので、はい、まあ明日からねそういうふうにやっていきたいと思います。はい、まあそっか、明日から3日間、動きっぱなしなので、明日からやっと、あん馬の練習していきたいと思います。まあ明日も頑張ります。じゃあお疲れ様でした。チャンネル登録とか、ここまで見てる人いいんかな。よろしくお願いします。バイバイ。